ショータイム。二等辺の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。そして今日は、うん、リエさん。はい。イン沖縄。イン沖縄。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。私が強引にお声かけしてです、うん、というのはまさか返事が来ると思っていなかった、はいはいはい、美意識を高めたかったら、うん、ティーバッグを履けって、うんうんうん、私が言った動画にはい、はい、分かるってお尻で感じる肌触りがいいですよねって、うん、まさかあの動画にね返答がコメントが来ると思わなかった、うんうんうん、でご自身のタイプ診断でタイプ7だと、うん、でタイプ7で詳細動画でちょっと話が分かると、うん、要は以前なんかブレーキが壊れた、うん、なんかあれがあるんですよね、キャッチフレーズがそうなんです、友達に、まあ、20代なんです、はい、いつも飛び歩いてた時期に、まあはい、家はブレーキが壊れたダンプカーだとなるほどキャッチフレーズをつけられて、うん、キャッチフレーズをはい、ですごい自分でもそのなと思って結構気に入ってはいたんですね。あ、これ気に入るんですね、うん、言えて妙だとはい、でもその時はタイプだとは思わなかったです、はい、タイプ7だとは思わなかった、うん、で振り返ってみるとあ、なるほどなって思いましたね。タイプ7だって気づいたときにあのフレーズがパッて蘇ってきて、あ、確かにそうだったなって、うんうん、周りから見てもそんな感じだったんだなって思いましたね。ちなみにその今沖縄なんですよね。はい、もともとはその沖縄ではない。いや、もうずっと沖縄ですね。父が沖縄で、はい、母が福岡なんですけど、はい、まあ、生まれは福岡ですけど、はい、ほとんどずっと沖縄です、うんうん、あ、うちなんちゅですね。あ、なんて言った？うちなんちゅですね。うちなんちゅ、うちなんちゅ、うちなんちゅ、うん、こちらは、うん、何でしたっけ。ないちゃ、沖縄じゃない人。あ、沖縄じゃない人。ない人のことをなんか言い方あるんですよね。ないちゃって言う。へ、幕の内一歩で出てきました。あ、ごめんなさい。名古屋、女性に。名古屋の呼び方があるのかと思いました。あ、名古屋じゃない。沖縄の人と沖縄以外の人。で、ちなみに名古屋の人だったら名古屋んちゅとか。ああ、名古屋んちゅ。名古屋んちゅ。はい。で、これ出ていただいたのも、うん、ご自身がタイプなので、うん、ガーッと。うん、上がっていく時と、うん、沈んだ時、なんかご自身が沈まれた、鬱になりかけたこともあるっていうコメントをいただき、ただそこからその立ち直っていった、うん、で、まあ、他の人でなんかそんなコメントがあれば知りたいです、うん、でおっしゃったので、うん、あ、だったら先に聞かせてくださいと、うん、って誘ったんですね、うん、あ、でというのも今日ちょうどコメントで違うコメント違う人で、うん、タイプ7ですと、うん、要はタイプ7のサブタイプの動画を上げたところで、うん、この他の方なんですけどね、ご自身がタイプ7で頭がいつも早く回転していて幸せだと感じたことがない、うん、で生きづらいと思っている、うん、でも自分を止められないっていう感覚で、うん、一つのことに集中できないです、で自分では不良治療が不可能だと感じています、うん、でなんかお話ししたいみたいなコメントをいただいていて、うん、あ、ちょうどこのね、リエさんにのなんかこの体験談がね、うん、なんか役に立つのかなと思って。あ、なるほど。なんかご自身がどんな感覚でガーッとなってなんか鬱になりかけたんですよね。なんかその辺のなんかいきさつをお聞かせ願えればなと思って。そうですね、鬱というかもうガーッと上がりすぎてなんか燃え尽き症候群みたいにガクンってきちゃって、それで落ち込んだんですね。ちょっと大きなイベントがあって、あ、まあいいイベントなんですけど、
ちょっと頑張りすぎちゃって、でガクンって落ちて、で結構長い期間、ま、もううつですよね、うつになっちゃって。うつ、どんな感覚なんですか？もうずっと思考が回ってる。で、タイプ1に行きますよね。何々しなきゃ、ね、うんうん、本当その子こうしちゃダメだ、ああしちゃダメだとかで、結局最終的には自分が楽しんじゃいけないみたいな気持ちになっちゃって、あ、楽しいからダメなんだになるんですね。そうそうそう、楽しんじゃいけないと思って、まあ、楽しいやるべきことをやれみたいな、そう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 、完璧を求めるじゃなくて、でできてない自分にして余計また落ち込むみたいな悪いサイクルがぐる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 回っててっていう時期が続きました。でそれを抜けれたのは、出かけた時ですね。なんかおばさん家、自然に囲まれたおばさん家に出かけてのんびりのんびり過ごしてて、でそういえば自分に優しくなかったなとか、もっと自分ってもうちょっと楽しんでもいいのかなって思い始めてから、少しずつなんかこう光が見えてきたというか、自分に厳しくしなかったみたいな。エニアグラムを知ったのはなんかどのぐらいの時期なんですか？20年ぐらい前にまあ、そういう講習会みたいなのがあって、それを受けたんですね。でめちゃめちゃ早いですねたまたまご縁があって、はい、でその時はタイプ7じゃなかったです。あ、何と自分で何だと思ったんですか？自分では3だと思ってました。あ、なるほど。自己主張の認識はある、うん、あります。まあ3も突っ走りますからね。まあそうですよねパーってやりますよねでもそうですね、とこの気持ちが落ち着いてきた最近になって、もう一度なんかエニアグラムっていうのがちょっと頭に上がってきて、読んでたら、あ、タイプ7かと思って、それでしっくりきたんですね、うん、あ、タイプ7が、まあ物事を完成させて達成していくじゃないですか、はい、タイプ7はもうあちこち、あ、これやりたい、あれやりたい、うわーって、うん、一口ずつ瞬発力みたいな歯型がいろんなとこについてる、うんうんうん、それで、まあ、そういうのとかいろいろ当てはまって、やっと最近なんか腑に落ちた感じですね。その悩んでる時期、あ、もう、はい、イベントが、大きなイベントがあって、それに向けてわーっとやって、それがまあうまく いってから落ち込み始めたんですか？そうですね、すごい気が抜けちゃって、うん、もうすごい頑張ってたんでしょうね、うん、なるほど。でもそれはなんか一つのことを完成させたなら、うん、なんで沈むんだろうってちょっと思ったんですねそうな、疲れちゃったじゃないですか、うん、そうですかもね。でもその時はまだエニアグラムとかじゃなくて、ただ単に、うん、なぜか知らないが落ち込んでいく。そうですね。でどこかでエニアグラムを思い出した。で、まあ、本か何か読まれたんですか？最初はそうですね、ネットで遊べばと思ってエニアグラムを調べてて、うん、って感じで、それでもう一度診断し直したんですね、ネットで、はいはい、そこからまた本を買ってまた読み始めてっていう感じです。ただ、まあ、折に触れてエニアグラムは、まあ、気にはしていたので、10年スパンででもその一番初めの時は3だったよっていうのは、はい、どこかで学んだんですよね、セミナー的なもので、はい、その時ですね、はい、そのセミナーの、その主催者側の人に3だよって言われたんですか？いえ、これは自分の認識です。ああ、なるほど。で、まあ、あるタイプですもんね。うんうん、すいません、あの、うん、ズームは難しい、うん、止まりますからね、はい、あ、うん、やっぱりなんかこう仕事の顔でセミナーにこう参加していて、まあ、素ではなかったのかもしれないなって思いますね。あ、仕事モードで憧れみたいな、うん、その時は、仕事の時はそうですよね、誰しもが効率的にやろうとするでしょうし、うん、まあ、常にでもそんな感じはありますけどね、バイアスがかかってる。ああ、まあ、こう社会自体にこうしなきゃいけないとか、こういうのがいいっていうのがあるじゃないですか、はいはい、で3だってな、うん、あ、3かなと思い突っ走り落ち込み始めで、まあ、その落ち込み始めでもう一回エニアグラムを開いた感じなんですか？いや、
この立ち直り始めです。立ち直り自然に囲まれて、ね、ちょっと落ち着いたぐらい。落ち着いた時に、そうです。ひらめきですよね。心が安らいでパッとひらめいたというか。ああなるほど。なんか落ち込んでる時逆に目が向かないかもしれないですよね。本当に落ち込んでたら。あと今このコメントをいただいた、あの自分を止められないって人も、うんうん、一回止まった方がいいってことですかね。まあそうですね。7の人止まれって言いますもんね。なるほど。うん、あれもこれも手出さずにもうとりあえず落ち着けと。あとご自身その自然に囲まれて止まったのが良かったのかもしれないですね。うんうんうん、ね、それは大きいと思います。で、まあ、たくさんの失敗っていうのはその落ち込みのことをリエさんはたくさんの失敗っていう表現されてるんですかね。まあ、たくさんの失敗をしてそれが原因で。それが原因で鬱とかじゃなくて、はい、小さい頃の積み重ねの失敗です。だから一口かじるからですよ。そう一口かじっては一口かじって失敗だから、それでタイプ7ならではのその独特な失敗というか、なんだろうな、まあ、声かけて自分は参加しないとかイベントしようぜってなってみんなが乗ってきたらやめたってっていう、参加しないというか、まあ、企画倒れとか割とあったりとか、そういうもう典型です、うん、なるほど、うん、あま、な7のあるあるですよね。企画で終わっちゃうみたいな。で、なるほど、そういう楽観的な自分がダメなんだっていう風になっていったんですね。そう、楽観的なというか、うん、何一つもう失敗ばっかじゃねえかみたいな。ああそうそれはそれでちょっときついものがあるかもしれないですね。なんか私も多分同じ、おそらく6だと自分で思っていて、あのとてもよく落ち込むんですね。で、昨日もライブ配信をやり、もう全然うまくいかなかったって言って、すごいすぐに落ち込むんですけども、ヘッドセンター特有、あ、皆さん落ち込むんですかね、この浮き沈み。わかんないですけど、この7の人は もっと溜まりそうですけどね。なんか一口かじって集まんないって、違うものかじって気づくと失敗ばっかりで落ち込むみたいな。ああなるほど。でこう、二等兵の場合はちょっとやって落ち込んで、ちょっとやって落ち込んでの繰り返しじゃないですか。はいはい、一口かじった時点で落ち込んでるみたいな。あ、一緒ってことですね。一緒、あ、まあ、7の人はもっと溜まるって感じ。あ、その都度は落ち込んでない気がするじゃん。あ、落ち込んでやめた、溜まったものに気づくんですね。そう、溜まったものに気づいて、うん、その通りです。なんかあの、もしも私がライブ配信失敗だって思ったとするじゃないですか。はいはい、あんまり思わないんですよ。 あまり失敗だと思わない、まあ、これが悪かったから、あ、まあ一回次の試しにこれをやってみようとか、まあ練習だと思い込んだりとか、ポジティブに切り替えていって、うん、気づいたら違うところにいるみたいな。違うとか。なるほど。今この差はちょっと面白かったです。うん、僕はその都度落ち込む、うん、タイプ7は溜まったものに気づく。溜まったものに振り返るとこう失敗がいっぱいみたいな。わ、何やってたんだみたいな感じ。なるほど。ズーンとくる感じですね。そう。だからその、僕も同じ楽観なので、はい、その都度目は向けないですわ。ああ、なるほど。なるほど、うん、だとなんかで、よく他のタイプからは、うん、タイプ7ってなんかいつも楽しそうだよねっていう感じだと思うんですね、うん、見られ方が、はい、そうでもない。いや、人といると楽しいですね、基本的には。で、一人の時にこう落ち着いていたりとか、まあ、はい、まあ、基本的には楽しいかな、楽しい方じゃないかなとは思いますね。まあ、楽しいのは楽しそうですよね。楽しみたいって行動してる。はい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 。楽しみを見つけ出すっていうのは得意です。どんな時も。なるほど。ただこう、もっと楽しいことがあるんじゃないか。はいはいはい、はい、でこう、目の前のことを本気で楽しめないみたいなっていうのをよく言いますよね。で、タイプ7の統合の方向がタイプ5だっていうじゃないですか、うんうん、その辺の感覚ってなんかどんな感じなんですか。
もうなんだろうな、エニアもう一回勉強し始めた時なんかすっごいタイプ5って感じの動きを自分でしてるっていう自覚がありましたね。もうひたすら本を読んでこう自分なりに研究してちょっとねノートにまとめたりとかしながら、あまり雑念もなくこうなんだろうな、自分の中で組み立てたりとか物事をできるようになったのと、あとはまあ客観的に見れるようになったかなっていう感じ。客観的に見る自分を、はい、あ、語の特徴っぽいですよ。ああ、いや、上の方から、上の方から客観的に見ている自分を、うん、そうです、うん、ああ、なるほど。そうするとコメントで前、健全度1の時はすでに手の内にあるものに対して感謝の気持ちが心の底からじんわり湧き出ていてしみじみと味わう感じっていうコメントをいただいていて、しみじみと味わうんですね。うん、そうですね。普段は味わってない。そうかも、もう表面的かもしれないです。それは普段は。そういうとらわれですもんね。なんていうの、僕気を抜くと基本通健全度は低いんですね。そんな。あのすぐに寝たんだり、なんかみんなが幸せじゃないって言うと、うん、ちょっと良かったって思ったりするんですよ。あ、みんな同じ仲間なんじゃん、みんな幸せだと思ってない、よかったって思ってしまったりするんですけど、その健全度1の時なんかそんな感覚がある。そのあまり僕健全度の高い状態の時っていうのを味わったことがなくて、なんか6だったら、はい、もう不安が全てなくなったような感じじゃないですか。あ、訪れるのかな、そんなに。っていう、まあ、不安をこう手放して安心できる状態を想像するとこうなんか落ち着いてみたいな、人が何かやるするのもそんなに気にならなくて。何か僕にアドバイスってありますか？健全度1の時のこのしみじみと味わうっていうのも別にずっと続くわけじゃなくて、私の場合は一瞬なんですよね。一瞬っていうか何分か続いて、その状態が、あ、今めっちゃ幸せってって思って、タイプ、あ、健康、健全度2に下がるみたいな、なんて言うんですか、そんなにもうこだわってない時に訪れるのかなって。で、そういう一瞬が多分あると思うんですよね。一瞬なんですね。不安が手放せるとってはタイミングが、はい、私は一体 3から4ぐらい健全度は通常、はい、だって私は思ってるんですけど、はいはい、あ、ご自身の、そうそう、私のはだいたい4、3ぐらいで、だから1になった時っていうのはそんな別にずっと1の状態で何週間も過ごすってことはまずないし、やっぱり手の内にあるものに対して感謝の気持ちが湧き出てくるって書いていただけたんですけど、そんな感じ。もうまさにその通りです。手の内にあるものなんですね。このっていうか、なんだろう、もう自分の中にあるものとかすでに持ってるものとか、タイプ7の足からの言葉ですよね。だからですよね、はい、この健全度が高い、はい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 、7の人ってこの自分の持ってるものでは幸せになれないから、いろんなものに手を出していく、貪欲っていうのが、手放せてる状態っていうのが健全度が高い状態じゃないですか、はい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 、だから今あるもので幸せなんだって思える、まあ、そういう感覚。なかなかそのキープって難しくないですか？いや、僕に不安を手放せっていうことと一緒ですもんね。手放せというか、まあ、自然に 手放しちゃってるみたいな状態ですよね。あれ、気づいたら手放してたみたいな感じだと思うんですね、実際に。はい、はい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 。私の場合はもうそうですね、深呼吸するとか、やってることを一旦止めて、頭がざわざわしてきたら止めて目閉じてちょっと深呼吸してみるとかで、だいぶ健全度は、まあ、キープできるように意識することで、まあ、割といい効果は出てますね。だからそういうのを探せっていうのは聞いたことあります。聞いたことありますというか、師匠から、はい、あの深呼吸しろっていうのは、うん、ちょっと僕思い当たる節があって、うん、身体感覚が取り戻される感じ、うん、なんか気づくと、僕もあの思考センターなので、多分思考センターなので、ずっとぐる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 してるんですね、うん、だから気づくと朝40分自転車でかけて会社行くんですけど、うん、何も風景覚えてないんです、うん、不安なことがいっぱいある。不安っていうか、まあ、何かを考えてる、うん、っ
っていうのに気づいた時に一回はーって深呼吸すると、うん、あダメダメって、うん、ダメだよってなることがあるので、うん、思考センターってやっぱりそうなんだなと思って、うん、今肩を組んだ感じです。ナナ、うん、の、まあ、師匠が、うん、あのよく言ってるのがそういうのが人それぞれあるみたいな。温泉行くとそういう風になれる人もいるし、瞑想するとそういう風になれる人もいるし、そういうのを探しましょうみたいな。読書でそういう風になる人もいるしみたいな。美味しいものを食べてなる人もいるからみたいな。そういうのを何か探すといいよみたいな。で、Tさんは深呼吸だと。そうですね。今そんな感じです。なんかはって気づくと回ってる感じですか。もうそうですね。瞑想って本当難しいですよね。難しいですよね。だって考えないようにしてることを考えてるからダメなんですよね。多分意味わかります。同じこと言ってると思って。考えない考えないって考えてるんですよね。まあ、それは僕も考えますよ。あ、そうなんですか。考えないってなんだろうって考えます。ああ。このそんなの無理じゃないかとか考えますよ。なかなかこの身体感覚で難しいですよね。うん、難しいです。7の人はなんか本によると8が横にあるから、うん、あ僕よりも近いみたいですけどね。じゃあ5の人はもっと遠い身体感覚あかもしれない。でもハートはあるみたいな。ハートを、はいはい、うん、タイプ7の人はもうちょっと出た、うん、立ち止まる落ち着けですよね。落ち着けで、あの、うん、リエさんがおっしゃった幸せが手の内にある、うん、そう、なんか今持ってるものに目を向けろみたいな。どうだろう、なんだろう、落ち着けというかもう委ねてしまえるっていうのか、自然に身を委ねるとか、うん、まあおばちゃんがいたからよかったのかもしれないし。何か言われたことあるんですか、おばちゃんに。特に言われたことはないんですけど、まあ安心できる関係なのでそれも良かったのかなって。もうくつろぎまくってたのでそれも良かったのかなっていうのと、なんか悩んだきっかけは仕事関係ですか。いや、仕事というか、まあ弟の結婚が好きなんですけど、そう、変わってますかね。ちょっとまあ2人兄弟で親もちょっといなかったので、結構あの気合が入る。なるほどなるほど。すいません、なんかあ言いたくなかったことあって言わなくていいですからね。うん、それでですかね。それまでにも何か積み重なってたのかもしれない。でも、まあ、あんまりもう本当なんか苦手なんですよ。何がきっかけだったとかって考えるのが、まあ、7らしいというか、なんだろう、うん、まあ、積み重ねかもしれないですね。まだちょっと整理はできてないですね、その辺は。そんな感じ、聞きたかったことは。いや、このうん、タイプ7の人に、うんうんうん、アドバイス、動画を見てもらうと、うん、あ、よかったですって思えるようなものが、うん、できたのかななんて今、うん、僕も今このタイプ7の人と、なんかタイプ7の人も悩むんだとか、うん、みんな悩みはありますよ。悩みの方向が違う。なんか人間関係って難しいじゃないですか。うんうんうん、よかれと思って言ったことが、うん、全然うまくいかないとやっぱ落ち込むんですよね。うん、それはそう。だからまあ各タイプを知る必要ありますよね。でもみんな知らないじゃないですか。何をですか、エニアグラム。そう。その、あの、良かれと思って言った、まあ少なくともこっちはできますよねっていう。この人にはこういうことを言うと逆効果みたいな。ああ、まあ、うん、そうか、人を知れってことですかね。うん、で、向こうはまあエニアグラムを知らなければどうしようもない。本当、日々。こんな感じで。まあそんな悩めなくていいですよ、きっと。そう言うけどさって思うんですよね。うん、っていう反応ですよ。ああ、うん、なるほど。で、それがいいかどうかじゃなくて、そういう反応を起こすっていう。いや、なんかこのタイプ7の人に生きづらいって言われた時に、うんうん、仲間じゃんって。そう何も返す言葉がないと思って、あ、仲間じゃんとは思うけども、それじゃあ、うん、なんかそのアドバイス偉そうに言うななんですけどね。っていうふうに思っちゃうんですけど、なんて声をかけると、あ、頑張ろうって思ってもらえるのかなって。まあそこが難しいですよね。人に対して。そう。うん、まあさっきのこう落ち着けみたいなのも、落ち着けって言っても多分落ち着かないんですよ。そう、手放せって言われても、うん、いやいやいやってこれで、もう自分が生きていくための戦略だったりするじゃないですか。うんう
今まで46年間かけて培ってきた、うん、いやこれを手放せって言われてもなんかやり方が分かんないみたいな、うん、でそれを気づくのは自分自身しかない、あ手放さなきゃいけないみたいな、さんがご自身で止まったように、うん、そう止まったようにっていうところですよね、うん、まあ、手放しても大丈夫って思える瞬間ってあると思うんですよね、うん、それを味わうこととか自分に、まあ、今本当に辛い思いしてる方悩んでぐるぐるしてる方とかは多分すごく頑張ってきた方だと思うんですね、いろんなこと、まあそうですよね、まあ、タイプダンサーは特にそうでしょうね頑張ってきてで余計辛い思いしてるけどでもそれがあるから今の自分があってでそれはそれで OK っていうのかな、なんだろう、自分は常に完璧って言ったらいいのかな、自分っていう存在はこれ以上何かを頑張らなくても別にそれはそれで OK なんだ、楽しんでも OK なんだよって自分に語りかけるというか、まあ自分の中にそういうのを見つけていったりとか、自分に優しくするとか、自分を楽しませてあげるとか、そういうことかなって思います。なるほど。なんか自分を楽しませてあげる。あ、楽しそうに見えるんですけど、楽しくないね。楽しくない。なんていうんだろう。多分もっと楽しいことがあるんですよ。楽しんでるんだけど、もっと楽しいことがある。って思うとここがちょっとつまんなくなるじゃないですか。だからまあ本当はこれをもっと楽しめって話ですよね、7的には。いや厄介ですね、それはそれでもう本当にしんどくすぎるときは楽しむこと自体を自分に禁じちゃうんですよ、うん、楽しむ禁じてしまうという状況になってしまうので、辛い方に辛い鬱なときとかは、なのでそれはしなくていいよっていう意味です。楽しむのを禁じるってあまり僕分かんない、うん、まあ、なんだからじゃないですか、まあ、1がそんな感じじゃないですか。あ、もうストイック、もっとやらなきゃ、うん、ちゃんとやらなきゃ、ちゃんとやらなきゃ、はいはい、うん、あ、ちゃんとやらなきゃになっていくと、うん、楽しんじゃダメだになるんですね。そうですね、結局そういう風に落ちていきますね。なんかストイックってそういう意味だったりするじゃないですか、ちょっと禁欲的な、まあ、禁欲的な、うんうん、こう楽しむことが良くないことみたいな、はい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 、あ、なるほど、だと楽しくないですよね。楽しくないですまさしく、で多分楽しむのが悪いことって思えるんですよね、きっと。このこれができてないのに楽しんじゃいけない、あ、なるほど、できないこといっぱいあるのにこんな楽しんじゃいけないみたいな、あ、苦しい、苦、え、いいじゃんそういう罪悪感みたいなそういうことなんですね、うん、私はそう思います。で今は若干楽しめている、リエさんもですね、今は楽しいです。なるほど、うん、ちょっとナナも大変だなって思いましたまあなんかとかく俺だけが大変、うん、みんな楽しそうってあーって思いがちですもんね、思ってしまうんですけど、だからなんか大変ですって言われると、うん、あ、そうなのってちょっと笑顔になっちゃう。それででも、うん、あ、みんな大変なんだって本当に、ナナ、うん、なんて特に楽しそうに見えますからね。見えるそうでもないそうですね、まあ、健全度によりってとこですけどね、うん、ちなみに沖縄は今寒いんですか。今日は暑いです。今日は暑くて今扇風機回してます。ほら来た、扇風機。こっちはめちゃめちゃ寒いんですけどね。何度ぐらいなんですかね。今日は比較的暖かくて7度とか、外だと7度9度7度で暖かいんですか。比較的、あ、まあ、比較的、はい、で太陽もあってで2、3日前とか最高気温が2度とかですよ、ね、2度とか3度ぐらいだったんですけど今日沖縄何度ぐらいなんですか。今日20度超えてると思いますね。あ、ほら来た。なるほど、うん、コロナはどうですか。いや、多分本土と変わらないですね。県内でも毎日もう70人台出てるので、うん、なんか仕事に影響とかはないですか。まあ、私は今専業主婦をしているのであれなんですけど、やっぱりみんな故郷が多いので、沖縄は観光業が多い。そうですね、あ、はい、沖縄なのでそれが大変みたいです。なるほど、移動が制限されてますからね。あ、そう、まあ、行けないですもんね。そう、で来るなって言われますもんね、うん、はい、そう、県外から遊びにいらっしゃる方で沖縄は持ってますので、うん、
なるほど。だから来るなっていう人と来てほしいっていう人がいるんじゃないですか。ああ、まあまあまあ、いろんな人がね、うんうん。なるほど。いいですね。沖縄いいですよね。過ごしやすそう。夏も名古屋の方が暑いですもんね。夏は名古屋の方が暑いかもしれないですね。多分次やるであろう、うん、タイプ7の方へのお話に、うんうん、できそうな、とても役立ったような、うん、タイプ7のタイプ7の人が考えてることがなんとなく分かった、ね、なんとなく分かった、うん、あ、よかったです。 リアルになんかちょっと感じることができた。いつも本の中のあれですからね。そう、本の中でこう言ってます。リソさんはそうやって言ってますけどねって生の声が聞けて、あ、リアルに本当そうなんだっていう、うんうんうん、よかったです。はい、よかったです。本当にあの無理やり出ていただいたような感じで。いや、とんでもないです。無理やりじゃないです。私も楽しみにしてたんで、とってもお二人とお話できてよかったです。やっぱりなんかこのタイプ7としてはなんか新しい経験じゃないですか。はい、そういうのはなんかやってみたいな感じになる。すぐ手挙げますね。そう、早かったんです。あの、あ、いいですよみたいな。あ、結構みんな迷いますもんね。そう、ちょっと時間かかるんですけど ここ来るまでに出ましょうよ出ましょうよってずっと声かけてるんですけど、うん、まだそんな少ないんですよね、うん、出てくださる。こう徐々に気持ちがこう出てもいいかなって傾いてくる、はい、けど7の人は出ますすぐ出ますで連絡取ってすぐに決まるみたいな感触を得てます。本当、うんうん、7なんだなと思いながら、うん、でも7も辛いんだっていうのと、うん、が分かった分かった7が、うん、やっぱり7ってそうだねっていうのと、うんうん、7も辛いんだっていうのが分かった大収穫です、うんうん、あ、だからあれじゃないですか、6が一番辛いと思ってるじゃないですか。思ってるっていうのはこう周りの人は楽そうに見えてる。あの6と7ってお隣じゃないですか。お隣です。はい、で私は多分6に近い7だと思うんですね。僕7に近い6だと思ってますと思います。はい、だからまあ辛い時もありますよ。でも楽しい時もありますよね。そう、今僕楽しいです、うん、今楽しくて多分終わった瞬間に落ち込むんですよ。なんかこれでよかったのかな、多分不安が来るんですよね。そう、怒ってなかったかなとか、うん、画面切った瞬間に、はぁとか言われないかなとか、うん、やっと終わったとか思われないかなとか。そうそんなことないですよ。楽しいですよ、とっても。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。多くの7の方が何かをつかめる動画になった、うん、なったと思っています。と、まあ、他のタイプの人が7のことをよく分かったんじゃないかなって。そうですよね、うん、あ、そうですか、よかったです、うん、はい、本当にあのお時間を割いていただきまして、こちらこそありがとうございました。また何かありましたら、なんかこんなネタあるよ、うんうん、私何か面白いネタ、そう、趣味この趣味持ってる、うん、これ役立つよっていうのがあったら、ぜひお声掛けいただければ、うん、あ、沖縄情報でもいいし、そう、この場でいいですよ、はい、この場でいつでも声かけてくださいと、わかりました、思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。リエさんでございました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。